さあ、今回のインチガチャはみんな大好き、ウマ娘界一の功労者、ゴールドシップ。早速、サポートメンバーの紹介です。1人目、育成のシニア級で対戦することになるウマ娘。史実ではゴルシに相当目の敵にされていたらしい、当選冗談。2人目、貯金箱に5円玉を入れられたりと、ゴルシから地味なちょっかいをかけられているウマ娘、エイシンフラッシュ。3人目、史実でジーマゴの関係であり、アニメ、漫画、ゲーム内、どこでもゴルシに絡まれている霊嬢、メジロマックイーン。4人目、アニメのチームスピカを代表して、このウマ娘、すっかりあげませんの代名詞となってしまった、食いしん坊ウマ娘、スペシャルウィーク。5人目、モチーフ競争馬がね、守護馬の時に活躍していた牧場があるんですけども、そこがどうやらゴルシと同じということで、今回入れました。変態という名の勇者、アグネスデジタル。6人目、ゲームのメインストーリーや本人のサポカイベントで絡みがあるウマ娘、ハロウィンショーが可愛いですね、ライスシャワー。ここね、本当は中山フェスタを入れたかったんですけど、今ね、レアのサポートカードすらまだ引けてなくて、今回は入っておりません。はい、ということで今回はこの6名にサポートをしてもらいました。ありがとう。さあ、育成の方ですけれども、うん、そうですね、今までのウマ娘と比べて、なんだろう、そんなに気負わずに育成ができましたね。やっぱ雑に強いを体現してるウマ娘なんで、このゴルシね、ある程度ちょっとつまずいたりしても、まあゴルシだから大丈夫だろうみたいな謎の自信があってはい、そんなにストレスなく、育成を進められました。でスピードもね、そこちょっと盛れなかったっていうのがあったんですけども、まあそこはね、ゴルシのこの固有でね、カバーすると。もうこの固有すごいよね。そして青春杯決勝も、優勝と、戦績の方は3勝2敗でした。で今回またヒヤッとしてね、前2連敗してからの3連勝だったんですよ。もうめちゃくちゃヒヤヒヤした。でね、特訓回数と爆発回数も、うん、結構少なかったんですけど、それでも、メンバー自体は結構仕上がってくれて、今回ファルコが A ランクに到達しております。それでは今回のゴルシはどんな因子を持ってきてくれるんでしょうか、見ていきましょう。さあ、評価はまずは A。 さあ、そしておお、もうちょいで A プラスだったね、素晴らしい。因子はどうだ、来い、ゴルシー。